ドイツの小説家。本名、ヨハン・パウル・フリード・リヒリヒター。外白な知識に基づく基地とユーモアに富んだ中長編を発表。当時のドイツ文壇における、シュトルムーンとドランクや古典主義、ロマン主義いずれとも距離を置き、独自の文学世界を作り上げた。主要作品に、ヘスペルス、陽気な仏先生、ジーベンケース、巨人、聖域盛り、彗星など。 当時ブランデンブルクバイロイト辺境白領に属していたフランケン地方の村、ブンジーデルに長男として出生した。父は学校教師研究会のオルガン奏者で、家は貧しく、1765年からは、ホ豊富近郊ヨーディッツ村の牧師に、1776年からはザーレカハンシュバルツェンワッハの牧師になったが、1779年に死去して、より以後一家は、 国賓状態となった。ヨーディッツ村時代に、ジャンパウルは、牧歌的な幸福を享受するとともに、自害式の誕生を強烈な内的ビジョンとして体験する。父から不十分な教育を受けた後、1776年から1779年にかけて礼拝堂の牧師、フェルケルから哲学と地理学の個人教授を受け、また礼拝の牧師、 フォーゲルの豊富な増小仮旺盛な読書欲を発揮。1778年から1804年まで続けられた書物からの抜き書きの習慣は彼の多彩な表現能力の元となった。1779年により、豊富の文科中学校に通い、1781年にライプツヒ大学の進学部に入学する。しかし1年で進学の勉強を中止し、 読書と創作に没頭する。エラスムスのチグガミライさんポープの苦心列伝、ヤングの風刺詩を愛読しつつ、啓蒙的な風刺文をものするが、分断的には不成功に終わる。またこの間に、関東、ヤコービ、ヘルダーらの新しい哲学にも触れ、ことに、ヘルダーの人道主義的な哲学に感化を受けた。家は相変わらず貧しく、 1787年より、テーペンや豊富周辺で、家庭教師。1790年には、シュバルツェンバッハの私塾で教師をして、ここをしのぐ。同年11月、相次ぐ知人の死を経て、死の思想に対する内的ビジョンを体験。これが、後の作品に通定する、普遍的人間愛の基礎となる。短編小説、フェルペル、陽気なブッツ先生を経て、 1793年発表の長編、見えない、ロッジで、ロレンス・スターン、ヘンリー・フィールディングを反とした自身の文体を確立する。1795年の宵いの名星、フィックスラインで大きな成功を収める。1796年にバイ,イマルを1ヶ月訪問、母の死後、ライプツィヒ移住を経て1798年にバイマルへ移住し、ゲーテ、 ビーランとヘルダーらと交流。特にヘルダーと親しく行き来し、批判と批判、仮合音などで共同。また、夜行日とも往復書館を交わし哲学上の意見交換を行う。1800年にベルリンに移り、翌年に最高法院裁判官の娘、カロリーネ・マイヤーと結婚し、イ人間に移住。1802年、絶えず中断しながら書き進めていた、長編。 巨人を完成。1803年から1804年のコーブルク居住を経て、1804年以降バイロイトに落ち着く。バイロイトの死骸墓地にあるジャンパウルの墓、巨人完成後は、長編小説、聖域盛りに取り掛かっていたが途絶し、しばらく美学入門や政治書、自由証書、教育論、レバーなど、理論的著作に集中する。ジャンパウルは、 政治的には民主主義の立場を堅持し、ドイツ共和国の建設を擁護しつつ極端なナショナリズムを批判した。1817年、ハイデルベルク大学でヘーゲルから名誉哲学博士が贈られる。1811年より対策小説、彗星に取り掛かっていたが未完に終わった。1825年、バイロイトにて死去。ジャンパウルの小説は、その多くが、 自身の生まれ故郷に似た田中町を舞台にしており、小一民の生活が人間愛をもって語られるとともに、更新的なドイツの現実が自由奔放な空想的イメージと対比されることにより封し、批判を込めて描かれる。文章は、外泊な知識に基づく基地や突飛な比喩が詰め込まれた、饒絶、雑白な長文が特徴で、時には物語の筋を脱線し一般的モチーフの考察や、 解説にページが割かれる。前述のように、スターンやフィールディングをハントした彼の文体は、一面で、当時の読者が慣れていた感傷的な通俗小説の文体にも似ているものでもあり、このこともあって、読者の人気を博し、一時はゲーテをしのぐと言われるほど、広く読まれたが、物語の随所に詰め込まれた雑白な知識とイメージは、すぐ後代の読者を遠ざける原因ともなった。文壇的には、 ゲーテラの古典主義を芸術主義、形式主義とみなして批判的に捉え、また資質的には、より近いと言われるロマン主義の文学とも距離を置き、独自の文学的世界を保った。ジャンパウルの作品は、ETA ・ホフマン、ケラー、シュティフター、ラーベラに大きな影響を与えており、後世の詩人であるホフマン・スタールやシュテファン・ゲオルゲも、彼の作品に高い評価を与えている。 フランスのロマン主義文学にも影響を与えた。ジャンパウルの銅像主要作品はほぼ全て翻訳されている。短観総書、著作集法化。ありがとうございます。